いいよ。一番じゃないかな。やばい、寝れなすぎてやばい。普通にやばい、寝れなすぎて。15分だけで寝るわ。頑張って寝ます。テロップ本当めっちゃ寝てん。本当にちゃんと寝た？何時から起きてたの？無理、今日可愛くなさすぎてやばい。9時くらいに寝た。あ、早いね。9時早いね。9時に寝たのは早いけど起きるのも早いよ。それだったら内心読んで起きてました。あ、想定内だった。4時半起き早いな。3時起き早いなみんなどういうことですか。お疲れ、ありがとう。4時だからお茶飲んでる。いいな。めちゃくちゃね、汗かいて起きたら書き直った。大丈夫？なんかうなだれてた。やばい、大丈夫か。うなだれてない、大丈夫。自分もこれから寝ます。一緒だね。ちょ、唇痛いな。乾燥してるな、唇が。おはよう、おはようよい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 よ、おはようよよよよ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 よよよ。四時起きね。朝ごはん食べた。早いね。なんでそんな早いの？昨日の配信も言ってくれたよね。いた。くるぶしぶつけた。21世紀の声申し込みました。俺いないんだけど。俺な。お腹すいた。起きてたの？なんか頭痛いな。花粉症だな、多分。頭痛いせいは。おはようよよよよ、おはようよよよよよ、おはようよよよよよ、おはようよよよよ。おはようよよよ。スーチ配信寝てませんね。バレてる。フリレちゃん歌唱力出るんだ。待って、それ思ってた。歌唱力どうしよう。迷ってる、普通に。普通に迷ってる。どうしよう。やっほー。うん。寝てないの？嘘でしょ。寝な。7時まで。8時。7時まで。寝な。あと2時間あるよ。寝な。みんな虫の知らせで、目覚めた。制服の目を見て2時に寝た。あー、微妙だね、2時は。でも起きれたね、よく。出たら嬉しい。出たら嬉しい。なんか、待って、ユア出るって言ってたよね、もう。ユアがなんか、レナが出ると思って申し込んだみたいに言ってて。で、なんか、レナもユアが出るなら出ようかな、みたいな。どうしよう、迷ってる。出たら嬉しい。寝たの？ちゃんと。おはよう。1時に寝た？悪くない？レナのための早起き。悪くないですか？どうしよう、普通にね、迷ってる。もう期間が期間だからさ、言わないといけない。寝ようと思って配信始まった。お休み直前だね。じゃあ、出なれな出なれな、やば。出なれなですか？いや、自信ないから迷ってるんだよ出よう、いい経験になると思うよ。どうしよう、迷ってる、普通に。知ってもらうにはいいんじゃないかな。そうなの？知ってもらうにはいい感じなんだ。なんかどんな感じかもわかんないからさ、だからなんか迷ってるなって感じ。でもなんか、ユアが出る、レナが出ると思ってたのって言われたから、そうなんだって。じゃあなんか出ようかな。なんかユアもあれだしと思って。だけどね、待てるとやだよサウジーじゃないよ、サウシーね
ごじってるだけだと思うけど。チャンスが良すぎた方が。君も僕もチャンスを与えた。だからね。カスタム脱出きっかけ。死んだ。これにならなかったらせいにするからね。綺麗な声好きやし。嘘ありがとう。結構出るメンバー多くてるし。なんかどれぐらい出るとかなんかわかんなくてさ。確かにね、どんな感じかね。どうやってもらえるチャンス。そうなの、そんな感じなんだ。なんか予選とかなければさ、そら勝ちだろ。そんな感じなの。ジョリー君をさ腕枕してて、もう腕が痛くて死にそうなんだけど。あの子重いんですよね。マーティールが全国進出ワクワクとならない。なんかやだなその言い方。なんかちょっとバカにされてる感あるぞ。好きだけの全国戦なら他のグループのファンの人も見る。あ、まあそうだ。あ、そっかそっかそっか。あ、そういうことね。あ、それの知ってもらえるあれってことか。そういうことね。そういうことか。元から知らない、元からレナたちのことを知らない人も見てる可能性があるってことだね。普通にね迷ってる、どうしようか迷い中でございます。今日何日？いやー主役で歌うとかだった気がする。あー前回とかのやつがね。そういうことか。なんか見てみよう。じゃあ、あー今日15日か。早く決めないとだね。15かとか言って15か。お疲れ様です。ありがとう。いや夜中痛いよね。なんかまずなんかリー君の場合、なんかレナが布団に入った瞬間に、布団に入った瞬間にお腹に乗ってきて、なんか布団入れろってガリガリしてきて、お腹に乗ってきて、でお腹でなんかちょっと巻いてけど、もう重すぎて苦しいから、重すぎて苦しいから腕に下ろす。でも可愛いんだよね、ずっと来るから。かわいそうなんですよね、リー君。今も寝てるし。かわです、かわ。かわかわ。かわかわ。かわかわ。リー君、かわかわ。リー君。かわいいんですよね。かわいいんですよね。なんかめっちゃ目つき悪いやつじゃん今。目つき悪いやつすぎる。無理やばいね。ジーって言ってる。嘘、ジーって言ってるんだ。ジーって言ってる？マジ？目閉じてたから見えてない。寝るじゃん。てか寝ていいよ普通に。寝ていいよ。ジーって言ってますか。大学生活ね、課題届いたからねやんないとやばい。やばい。昨日ねなんかね。聞いてちょっと朝だから聞いてよ。ちょっとちっちゃめに言ったんだけど、あのね、えじーって言ってる？すぐ寝かせるなよ。じゃあ起きてて。あのね、でも大学辞める宣言したけど、あのねなんだっけ、あ昨日ね、昨日っていうかさっきなんだけど、今日なんだけど、さっきの3時、夜中の3時ぐらいにそのなんかあの通信のやつを見てたんだけど、なんかあの4週間実習に行かないとダメで、
なんか20日間で、例えば19日行って最後の1日がなんか仕事等でなんか行けなくなった場合は、もう一度なんか単位がゼロになりますみたいな、もう一回20日間行かないとダメですみたいな書いてあって、普通に絶望なんだけどもう卒業できないって、そんなの普通にやめていじめなんだけどやめる、無理、普通に今日やめたい今日無理、今日やめたい。え、やばくない？20日間連続なんだけど、え、普通に、どういうこと？やばいよね、やばいよね、普通に。え、どうしたらいいの？え、しかもさ、なんかスクーリングはさ、レナなんかあの勉強だけかなって思ってたら、ピアノの授業も受けに行かないとダメらしくて、普通にやばいししかもさ、なんかピアノもさ、なんか一回こう、一回単位やってスクーリングで単位取れたら次に進めるけど、ピアノの単位が取れなかったらなんか次はなんか進めませんみたいな書いてあってさ、もう無理、厳しいってやだなえるなえ相談しよう、マジで。解決連続なのは他と一緒なの、ねえやだ、しんどかった、ねえやだいやだ、20日間とかもう俺死んじゃう多分。え、子供は好きだし実習も楽しみだけど、そのレポートとかやんなきゃダメじゃん。え、なんかそのなんかその実習のレポート提出がなんか20日間行って1ヶ月以内にそれを送んないとダメらしいの。え、なえる、普通に地獄なの。え、ねえやだ保育園選べんのかな、名古屋のね保育園で実習できるならまだ楽かもね、そっちの方が。でもこれでさ、なんか兵庫だけですとかさ、なんかだったらさ、もう終わるんだけど、無理だよ普通に決めれるのかな、そういうのって。いや、ないぽよって感じだよ仕事のスケジュール次第。いや、20日間連続っていうか、まあ土日以外だけど、祝日とか以外やばくない、普通に。普通にやばいよね。え、ピアノとかもやばいし、ミスった、人生ミスってるかも。それは1年生の時から、いや、なんか実習に関してはなんかいつでもいいみたいな、そう、なんかやっぱ通信だから仕事の人とかもいるから、なんか自分が4週間連続で実習できる日みたいな、でそれをなんか連絡して、その保育所に連絡してみたいな、そう、やばいよね普通に。連絡して頑張らないと。いや、ないぽよーって感じだよ牡蠣の顔が見えない日が来るのか。え、配信できるでしょ。え、配信頑張るわ、もし実習始まっても。まあ多分実習はもうめっちゃまだまだしないと思うけど、やだもん逃げ続ける逃げるぜ。え、そう、名古屋ならワンチャンね。4年間で実習1回しかない、20日間。え、わかんない。え、待って、そんな感じだったらな、なんかパッと見た感じね、4年間というか、なんかね4単位取れるらしくて、その1回実習20日間したら。え、だからね、多分ね、なんか100何単位取らないとダメじゃん多分。でそれでなんかスクーリングとかピアノとかでなんか単位取れなかったらもう一回なみたいな感じなんじゃないかなんか自分の頑張り次第みたいな感じだと思う。応援してるよ、ありがとう。わかんないけど、え、そんなに聞いて明日行かなきゃなの、配信が続くのか毎日しんどそうな配信できる元気なさ。え、もうやだ。え、そんな、え、無理、死んじゃう、もうやだ。え、もう嫌なんだけど本当に幼稚園か何かの資格を取るような学校に。あ、そう。え、そうらしい。なんか単位、え、てかさ、なんかなんで4単位だけなの、4週間行って1週間で1単位とか、やばくない、どういうこと一生単位取れないじゃんそんなの8年通っても単位取れないよ。通信だから8年とか勝手に思ってるけど、8年も行きたくないしね、しかも英語とかもあるんだよ。英語とかなんかね、見たら英語もあったし、なんか国語みたいなのもあったし、もうやだやだよ、普通に学生じゃん。
学生はもう終わったと思ったのに自分で選んどいて、え、今日大学やめる本当に電話するやめたいですっていう、本当に英語教えてマジで、え、なんかね本当やばかった、普通に無理なんだけど、無理、え、単位変えたらいいのにね、買うわそしたらまあけどさ、保育士だからさ、ピアノとかもそれ弾けないとダメだから、そうなんていうの、1段階クリアしたらもう一単位みたいな感じなんだろうね多分。自己紹介大学生って言ったのに45日チキッとこうじゃ気づこうね、自己紹介が大学生って言ったけど、大学昨日辞めてきましたとか言っとこうかマジで、ね、学生だけど一応え、無理、本当にやばいんだけど、マジ大学辞めた、通ってもないのに、入学もしてないのに入学すらしてないウケるウケる、え、待って、普通に嫌なんだけど、普通に嫌になってきた、なんかそのなんかやつを読んでたら、なんか学校のやつを読んでたら普通になんか諦めたくなったもうピアノとか弾けないし流行らないいやもうやなんだけどやだえ、これ大丈夫なのかな私本当にね、え、学校嫌いっていうかさ、学校嫌いっていうか、なんか勉強嫌いだからさ、なんか早起きとかは別にしなくていいじゃん。でもその実習が問題すぎて、楽しみだけど、なんか実習がやばくて、ピアノ間じゃ武器になるよ、え、そんな弾けないよそういうの覚悟で進学したのかと思ってたでも一応ね、一応そういうのは覚悟してたよ、覚悟してたけど、そういうのはねカラスがカクカク撮る、止めてくれ、え、待って、レノの方で鳴ってた、レノの方で泣いてた、え、今カラス聞こえた、え、嘘やん、なってたマジカラスカーカー言ってた、コメント読み上げ不要、え、待って、読まないでいいってこと、読んじゃった、あ、そっちかレノのキャンを聞かせたら泣き終わるよきっと。家にピアノあるよ、ピアノあるし、高校の時もピアノの授業あったけど、普通にね弾けないよね、ずっと弾いとかないと忘れるんだよねピアノって、感覚的なやつ感覚的なねえ、どうしよう普通に、え、でもさ、なんか、え、でもさ、なんか名古屋って都会だからさあれだよね、保育園なさそう、まず指もう動かないよ、え、現役なんで動かないの、頑張って動かして、ちょっとは弾けるけど、楽譜見たら弾けるよ、楽譜見て思い出せば弾けるけどさ、なんか弾いてとかは無理。保育園あるの、あるの、見たことないんだけど、街歩いてて、いや、わかんないけど、え、それはあるよね、でも、え、でもどうなんだろう、オフィス街とかだったらまず住んでる人少ないじゃん、とかないのかなとか勝手に思ってた。私立がいい、行くなら私立がいいよね、なかったらこう、え、あるの、名古屋あるのえ、ね、境とかなさそうじゃん、なんかあるのかな、え、どうなんだろう、幼稚園多い、幼稚園か、名古屋が、名古屋で自習してたからあるわ、あるんだえ、なんかあっても幼稚園とかっぽい、いや保育園なさそう、あるか、でもそれあるよね、名古屋はあるか、名古屋ぐらいあるか、栄とかなさそうじゃない、栄あ、でもあれだわ、見たわ、保育園の子たちの集団のなんかお散歩を見た前に、だからあるんだわ、でも保育園は見たことない、お散歩に行ってる軍団は見た、可愛かったカートで運ばれるちびっこたくさんいたぞ、ああね、そういう感じで見た、え、どこにあるんだろうカートえ、カートで運ばれてるけど、どこに、え、
縁あるんだろう。縁がどこにあるか分かんないよね。縁どこにあるの。英語絶対必要ないよね。え、でもね、今ね、私立のね、幼稚園とかさ、あの英語クラスとかあるんだよ。そう、ローズクラスみたいな、ローズクラスとかあるからね。先生英語できなくて子供の方が英語できたらちょっとやばいじゃん。やばい環境すぎるじゃん。車の多いとこ、え、どこだろう。キレンちゃん混ざってても、いや、バレるから。大人だから。あ、先生と間違えられるってことか。先生って呼ばれちゃう私。幼稚園でピアノあるよ、普通に。私立とかね、私立とかあるよ。いや、カート乗らないから。いや、幼児じゃないし、やめて。やめて。先生だから、レナ先生だから、よろしく、そこらへん。何にしようかな。どんなクラス、年少、年中さんとかがいいかな。年少さんかな。年中さん、年中さん実習で行ったんだよね。年少さん行ったことなくて、実習でね。エンジンに英語教えてもらおうか。それはちょっと惨めなので、ちゃんと頑張って大学のやつ見て勉強したいと思います。あのカートに入って移動してる子たちを見ると手を振りたくなる。いいじゃん、振ったら。振っていいよ。振ってよ。テスト幼稚園できたんやろ、そこでいい。え、そうなの、そうなの。え、じゃあそこにしよっかな。え、聞いてみよう、運営に。え、そうなんだ。なんか小学校とかもあったよね、高校とかもあったけど、幼稚園できたんだ。レナ先生カート付き。切れなかった、やだな。引く方でしょ、私が。ギルナ先生頑張ります。先生、実験受けてた子らしいまでしか知らんけど。え、そうなの、本当に。え、そうなの、え、本当に本当に本当に。え、そうなの、本当に。え、もうそこ実習行きたいんだけど。え、そこがいい。え、実習そこがいい。え、実習そこがいい。もう決定。え、決定決定決定。え、そこだったらさ、4週間行けるんじゃん。そこでいいじゃん。どういうことするの。え、なんかあれらしい、保育園とか幼稚園の先生と同じ勤務時間をいたら、それが1日みたいな、1日カウントみたいならしいよ。書いてた、そうやって。なんかあの、いる、その園にいる先生、そう、実務経験積まないと多分、ね、国家試験だから受けれないんだよね。保育園もなんちゃってついてみたい。え、そうなんだ。え、そうなんだ。え、もう完璧じゃん。じゃあ私の人生完璧、大学辞めません。大学辞める発言撤回。いけるわ、じゃあ。いける。え、てか幼稚園か保育園かどっちか分かんない、レナが取るやつ。まだ知らないんだよね。なんか願書やるときにお母さんと決めたんだよね。なんかあの、願書やるときに、なんか保育園を取るか幼稚園を取るか、なんかなんだっけ、なんか決めたんだけど、忘れちゃった、どっち取るか忘れた。保育士資格か幼稚園教諭。え、保育だよね。前髪おかしい。ずっと待ってたよね、みんな絶対。保育士資格か幼稚園教諭、どっちか分かんない。単位しっかり取れるか心配。え、それな、レナも心配なんだけど、本当に。え、そんな違う。え、違うよ。あ、やばい。衣替えが見えられた。うん、違うよ。今日の夜の配信は公演終わりで見れないので、朝から見られてよかったよ。こちらこそありがとう。ピアノ弾くない幼稚園のイメージ。いや、保育園も弾くよ。え、なんか幼稚園はあれなんだよね、なんか先生み、先生っていうか、なんかちゃんと教えないとダメみたいな、なんだっけ、なんか幼稚園はなんか教えないとダメなの、ちゃんと教育しないとダメみたいな。いや、保育園も教育するんだけど、なんかね、違うんだよね、とりあえず。なんかわかんないけど。幼稚園教諭の実習が多いのしか知らん。あ、そうなの、幼稚園教諭ってこと、実習が多かったん。保育士資格は実習少ないの。あ、幼稚園の方が多いよね、そら。
幼稚園の方がなんかあの国のなんちゃらみたいな国のなんちゃらなんだよ幼稚園は。めっちゃ早起き、子供が幼稚園保育園どっち通ってた？保育園通ってた。ずっと幼稚園行ったことないで、なんかね隣が幼稚園あったんだけど、なんか幼稚園でお昼になったらみんな帰っていくじゃん。それをなんか窓から眺めてた。いいなーっていいなーで、なんか帰りたいなって思いながら、お弁当できたから会社向かいます、行ってらっしゃい。一緒にお昼寝するのは保育園、あ保育園いや、お昼寝してた、背中とかお腹ポンポンしてもらってた寝れなくて無理、懐かしすぎて無理え、ね、国なんだよね、幼稚園は国なんだよとりあえず国なんだよ。保育士資格は幼稚園1ヶ月実習行かなくてよかったそうなの？え、じゃあ1ヶ月違うってこと？1ヶ月も違うの？え、じゃあ保育士資格、え、待って、自分保育士資格選んどいて、え、怖い、え、怖い、いや可愛くないから怒られてたもん、早く寝なさいとか言われてだからレナちゃんはいつも寝ないねみたいな、なんか友達同士でなんか頭と頭は向けちゃダメみたいな、喋るからお昼寝タイムで頭と頭を抜けちゃダメみたいな、なんか頭と足をなんか並べなさいみたいな、けどめっちゃ仲いい友達とずっと頭と頭で布団を引いてなんか喋ってたら、もうめっちゃ怒られた、毎日怒られてた。なんか電車があったんだよ頭の方に、なんかあっちが電車みたいな、なんかほら頭を電車の方に向けるみたいな感じで覚えてたなんかそんな感じで言われてた、なんか電車の方に向けなさいみたいな頭は電車の方に向けて寝るのみたいなそうやって言われてた思い出がある今回の顔があるさえ、マジでやばいよね寝かしつけとかね。でもなんかずっと寝れなかった、なんかポンポンされても寝れなかった、なんか嫌だった、触らないでみたいなそんなことされても寝れないよとか思ってたけど、気づいたら寝てるんだよなとか思ってたおもろ、保育園の先生って大変なんだね大変だね、大変ですね。なんか頭の方が電車みたいな、なんかそれめっちゃ言われた覚えがある。なんか布団を引くときになんか誰々ちゃんは頭を電車に向けなさいみたいな、そう言われてた、頭と頭が近くならないように園児同士で。絵描きに入れたらうるさくて寝れないそんな園児いや触らないでって思っちゃうんだよ、寝れるしみたいな、寝れるしみたいな、寝れるしっていうか多分ね寝ようとしてなかったんだよね。お昼寝タイムってめっちゃ嫌いじゃん多分みんな、保育園の頃ってレナめっちゃ嫌いでお昼寝タイムが、なんかずっと起きてようとしてたの、なんか起きてようとしててけどね寝ちゃうんだよね、なんか寝ちゃうんだよね今日は絶対にお昼寝タイムは目をつぶってなんか起きてるみたい なんかサンタさん待ってる感覚よ、今日は絶対寝ないからみたいな思ってたんだけど、寝ちゃうんだよねお昼寝タイムって。なんかでなんか年長さんか年中さんでなんか、あ200回目おめえ、そう小学校に上がってお昼寝タイムの大切さを気づいたけどに気づいたけどね、全員寝かせて大変それな、けどまあちっちゃい子ってすぐ寝るじゃん、だからね、え、マジ年中か年長ぐらいにお昼寝タイムがなくなったの。なんか年長さん年少さんが寝てる間はなんかお昼休みに遊んでいいみたいな、もう最高だった本当に最高だった、お昼寝タイムなくなった年長さんは本当に最高だった。きなちゃん今お昼寝タイムあるないしお昼寝タイムないからないよ、たまにあ、たまにね、たまにたまにうん、そこかわいいな知ってるよ、だから夜寝ない、それワンチャンあるよね。保育園の頃からお話好きだったね、
大小含め28、あ、栄だけ28個もあるんだ。え、そうなんだ。え、でもね、幼稚園か保育園か分かんないんだよね、レナ。自分が取る資格また見とこう。昼寝てるのに、確かにリハ終わったら寝るし寝るのが好きなのか嫌いなのね。ちっちゃい時は嫌いだったんだよ、寝るの。なんか大人を見て、なんか大人になったらなんか寝ようと思ったらすぐ寝れるんだって思ってた。なんかリビングとかでお母さんとかお父さんがなんかすぐに寝るんだよね、目つぶって。あの、返事しなくてねえねえみたいに言ってもおはようで、なんか大人ってなんでこんなにすぐ寝れるんだろうみたいな思ってた。え、これ子供の時の疑問なんだけど、え、みんなも絶対思ってるよね。思ったことない、ちっちゃい時に大人ってなんでこんなに早く寝れるんだろうみたいな。私は全然寝れないのにみたいな、目つぶっても全然寝れないしみたいな。わかんないけど、寝ない子は別の部屋じゃん、やば。え、思ったことない。え、嘘でしょ。え、ないの。え、ないの。え、ないの。え、絶対あるって。あるよ、絶対に。絶対あるよ。返事しなかっただけかな、むしられてただけ、こいつうるせえなみたいな電車むしられてたのかな、親に。でも本当になんか親が寝るの早すぎて、なんかレナも大人になったらなんか目つぶって3秒で寝れるんだろうなって思って今です。目つぶって5時間どころか何時間も寝れません。朝の5時40分です。子供頃の方がすぐ寝れた。え、マジ寝れなかったよ。わかんない、ずっと寝てる。わかんない、ずっと寝てる終わろう配信終わろう。ただ子供、いや、もう大人だから、大人ですから。でも今から寝るんでしょ。うん、寝ないよ、大人だからね。大人だから寝ない。今日は寝ないことにするよ、大人だから大人だから寝ないことにするね、今日はね。今日は寝ないことにして大人になりたいと思います。今日はこれから寝ません。大人の時間ですからね、朝の6時とかになったら。大人嘘をつく。つきません、つきません。大人嘘つきませんつきませんね。だから今はもう本当です、本当に寝ないから。はい、キンキンラブリーやめてください。まあ大人だから許しましょう。キンキンラブリー言われても寝ないと大きくならないぞ。は迷うな。じゃあ寝るか寝ないか。寝ないのが大人ではない。今日大学やめないから、やめないから。今日もうやめないってさっき誓った。さっき配信始めた頃はやめる気だったけど、8時半くらいに来るのか。朝メールも、あ、朝メール送るよ。起きてるからね。送りますよ、送ります、送ります。もう送ってたりしてね、もう送ってたりしてね。さあどっちだ、今日朝配信、あ、間違った、朝メールは来るのか、どっちだ。ありがとうございます。いや、まだ送ったって言ってないし言ってないから、言ってませんからね。大学やめなかった、やめたりやめなかったり、寝たり寝なかったり、忙しい。そう、忙しいんですよ、大人は。忙しいから。そう、大人って忙しいじゃん。キレナ17時に起きること、ユアニャが言ってた。え、何バラしてんの、ユア。バラさないで、終わろユアニちょっと個人情報ばらされたから。なんだかんだやるときはやる女。そんなこと言ってもメール送らないよ。いや別に送らないとも、送るとも言ってないけどってことで終わるね。メールお楽しみに。お楽しみっていうか別に送るとか送ってないとか言ってないけど、いやちゃんしか、何何、個人情報かきれの夢に、あ、そう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 、そうなの。え、ちょっと聞いてほしい、え、待って、聞いてほしい話なんだけど、ちょっと、うん、後で言うね。え、待って、え、ちょっと待って、メールに書いておけばよかった。え、待って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 、え、あのね、じゃあこの間お話して、いやでもね、朝だからね、この
なかったら解約しんどすいませんすいませんいやちょっとね後で話すわ、また後で話します。みんな朝だからいないじゃん、いない人いるでしょ、だってそれかメールで書こうかな。え、じゃあとりあえず言う、え、じゃあこの話して終わるわもう。いや面白くない全然。なんかね昨日寝てて、昨日寝てて、あの起きて、でその夢にユアが出てきたんだけど、ユアとねココミもいたかな、ココミとかちょっとねなんか覚えてないんだけど、ユアは絶対いたんだよ。でなんかまずなんか卒業式、高校の卒業式にユアと同期のもう一人ココミかココハがいて、教室だったのね、教室の角の席で、でレナがなんかあの教室にいて、卒業式の日なんだけど、なんかレナが泣いてたの、卒業式出れなかったって。教室にいるんだけど、卒業式の日の教室にいるんだけど、で卒業式出れなかったみたいな、卒業証書持ちながらねなんか泣いてて、レナが泣いてて、そしたらユアが、え、レナは椅子に座ってたので、ユアがなんかあの来て歩いてきて、なんかめっちゃ慰めてくれた覚えがあるんだよね。いや何言われたか覚えてないけど、なんかめっちゃなんかあの優しくしてくれて、で余計泣いてたっていう夢を見た。そう、なんかユアが優しいって思った夢を見た。やっぱりユアちゃんしかじゃん。確かにユアしか勝たんってなった。なんか優しくてなんかめっちゃ泣いてて、けど今思ったら卒業証書持ってたし、教室で泣いてたから卒業式出てたんだよね。出てたけど泣いてた、卒業式出れなかったみたいな感じでユアにめっちゃ泣いて、ユアに泣きついたんだよレナが。そしたらユアがめっちゃなんか、しかも笑顔でなんか大丈夫だよみたいな感じでめっちゃ言ってくれて、それで二人でっていうか、なんかユアが優しくしてくれて、レナがめっちゃ泣いてたっていう変な夢を見ました。俺のユアにしないで。夢って不思議だよね。教室いるしさ、卒業証書持ってんのに卒業式出てないとか言って泣いてる。頭悪そうだな、なんか。頭悪そうでおもろい。今来たとこ夢とこ待って終わらないで。じゃあねー、バイバーイ。バイバイ、みんなお仕事頑張ってね。俺と一緒でやさ。一緒やめて。俺と一緒やめてくれ。でも大学は逃げる。大学からは逃げる。逃げます。夢の中でもね、頭おかしかった。私はいつでも頭がおかしかったです。ねえ、みんな、バイバーイ。じゃあね、みんな、おやすみ。おやすみ。いや、寝ないけど、みんな今から寝るかなって思って、さ。みんな、今から寝るかなって思ってさ。寝るの。いや、寝ないよ。寝ないよ、寝ないよ。寝ないよ、寝ないよね。おやすみ、みんな。レナ寝ないけど。おやすみ、みんな。みんなは寝るから、多分。時間ね、ある人は。15分やったし、もう。やるって言ってたのに。そんな詐欺には引っかかりません、私は。じゃあね。じゃあね。いや、おやすみじゃないから。おやすみじゃない。普通に寝ない。レナおはようだけど、17時は寝ないって。じゃあね、みんな。みんな。まだ7分しかた。何？久々の。はじめまー。おやすみなさいませ。ありがとうございます。姫なので、私は。アンコールやめてください。いや、出勤します。頑張ってね。お仕事頑張って。頑張ってね。月曜日しんどいと思うけど。頑張ってくださいね。月曜日ね、乗り越えたらなんとかなるから。頑張って。あっちゃうの。バイバーイ。みんなバイバイ。カラオケしない。じゃあね、おやすみ、おやすみ、わ、みんなおやすみ、レナは
寝ないけど、レナは寝ないけど、レナは寝ないけど、ミュミュミュ、じゃあねバイバイ、おやすみ、おはよう、おやすみ、おはよう、おはようだって。え、なんで寝ないの、寝れるじゃん、寝て寝て寝て、いろいろ頑張ります、はい、やめません、寝る気は、いや寝ないよ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 、もう今からもう普通に、あ、もう走りに行くから、ランニング行くから、朝のランニングとかやったことないでしょみんな、もう最高だからね朝のランニングとか朝のランニングとか最高だから、じゃあねみんな、じゃあねみんな朝のランニングしてくるね、マジでみんなも してみた方がいいよ、なんか朝のランニングとか朝のランニングマジ最高だから、本当に朝からねもう5キロぐらい走ってみて、マジ毎朝してるレナじゃあねじゃあ走ってくるわ、みんな、みんなは寝るけど、おやすみみんなはみんなおやすみ、みんなおやすみ、レナは行ってきます、じゃあねみんな、今日も好きだよじゃあね頑張ってね、お仕事メール送ります、じゃあねみんな、レナは行ってきます、みんなはおやすみ、バイバイ、目、え、ここのさ、ここの関節のここが、ここがさ、あの目みたいになってる人って霊感あるらしいよ、知らなかったっしょ、ここなんか目みたいに、ここ、ここの隙間がねなってる人はなんか霊感あるらしい、バイ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 、さようなら、変な前髪も、ちょ前髪切ろ、おやすみじゃなくて行ってきます、バイ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